繰り返します。ただいま番組を中断し、緊急速報をお伝えしています。隕石のように飛来してきた大型の未確認物体は建物を壊しつつ、現在も霞町方面に北進中です。芦田橋では緊急非常事態宣言が出され、周囲の3区で今も避難が呼びかけられています。該当区の住民は警察の誘導に従ってください。なお、自動車道は上下線とも通行が規制中です。車での避難は混雑が予想されます。ご注意ください。本当に始まったのか。君の言った通り、あの映画みたいに怪獣は現れて、こうして僕たちがロボットに乗って戦う。ずっと前から決まっていたことなんだ。操縦するようにできている。君の頭にもう一つの体がつながるイメージだ。やってみろ、できるはずだ。こうかな。うわ、動いた。何これ、頭がザラザラする。変な感じ。脳内のナノマシンによるリンクシステムだ。騎兵からの情報も直接脳へ送られる。自分の声のように聞こえるはずだ。とにかく今は戦いながら慣れるしかない。動けるか。はい、歩きました先輩。もう来るぞ。さっきから視界に何か開いて邪魔なんだけど。それは兵装の表示だ。ともかくそれを使って目の前の D を処理するんだ。手がなんだかわかんないけど、頑張らなくちゃ。これでどう。敵の数は、あっちにも怪獣が。待て、戦闘では状況に応じた兵装の使い分けが重要となる。一箇所に集中しているなら多連装ロケット砲が効果的だ。ほうれん草じゃなくてどれ。表示を見ろ。装備は肩だ。意識しろ。肩？
15番の後部排気システムにダメージが。僕？ああ。帰ろうぜ、十郎。芝君。どうしたよ、しけたつらして。時々ふっと感じちゃうんだ、不思議な違和感。なんだそりゃ。学校も生活も何かが違うような。何の映画の受け売りだよ。芝君は少しお調子者だけど、映画や特撮の話もできる気の合う友人だ。映画といえば持ってきたよ、借りてた映画のビデオ。昨日貸したやつもう見たのか。早いな。巨大ロボットがビル街で戦うのって興奮するよね。ジューロ好きだよな、巨大ロボ。返しとく。またいい映画があったら貸して。いいけど。すっかり映画マニアだな。ビデオ見すぎかな。そういえば最近映画のシーンを夢にまで見るし。そりゃビデオ症候群だぜ。そのうちビデオと現実の区別がつかなくなる。
あったね、そういう映画。冬坂さん、また寝てるな。もう放課後だし、起こした方がいいのかな。そういえば、昨日見た映画、女の子がロボットに乗ってたな。寝てばかりいるし、ちょっと変わった子だ。でも彼女は僕の夢によく現れる。それで妙に気になってる。うさみちゃん、帰ろっか。あー、ごめん、この後待ち合わせてて。もしかしてそれってレンジ君でしょ。いや違うって。待ち合わせの相手、男っちゃ男だけど、いおりちゃんも例の彼がいるし、みんないつの間にか男の子と仲良くなってて、なんかずるい。落ち着くんだ、美和子。美和子、ちょっと待って。なんか用？いや別に。で、話は戻すけど、それってレンジ君でしょ。いや違うって。待ち合わせの相手、男っちゃ男だけど。そんなことより、例のビデオレンタルあったぜ。あの映画、本当？借りるんだろ？もちろん。あっと、しまった。ちょっと待ってろ、すぐ戻る。千葉くんは元気だな。待ってろってどこへ行ったんだろう。あの映画はマイナーで、今ではなかなか手に入らないんだ。冬坂さん、起きなよ。もう授業終わったよ。クラベ君、ありがとう。よく寝てたね。私今またおかしな夢見てた。君がいる夢。え、僕がいる夢ってどんな夢？それは。おい、まずいぜ中郎、網口のやつ教室にいねえ。あれれ、どういうこと？お二人さん、いつの間にいい感じに？違うよ。なんだよ俺を気にせず続けろよ。ごめん冬坂さん、また今度聞かせてよ。そうね。先に帰るね。うん、また明日。私もそろそろ行かなきゃ。しょうがない、独り者は寂しく帰るよ。あんたごめん、今度はクレープおごる。教室の景色も好きだったけど、新しい教室も嫌いじゃないな。校庭よく見えるし。みんな部活頑張ってる。あれくらい熱中できたらきっと楽しいんだろうな。帰ろうかな。なんだよ、からかったのは悪かったけど、秘密にしてるお前も悪いじゃん。それより網口だ。
奴を早く捕まえなきゃ。また網口くんの家に行く気だったの？あいつんちのテレビゲームが俺を待ってるからな。だけど困ったぞ、あいつ約束しないと家にいないもんな。網口くんは不良っぽいところがあるけど、運動も勉強も得意で女子にも人気がある。その上彼の家は金持ちで、自室には最新のゲーム機が全部揃ってる。網口くん、いつも何か買って帰るから、まだ学校にいると思うよ。学食か。そういえば休憩時間にも学食で見たな。学食行ってみるぞ。早く準備しろ。あの黒部くん。何、沢渡さん。教卓の上のプリント、保健室の森村先生に持って行って。僕は。黒部くん、今週の終盤です。そうだっけ。プリントってこれ？そうです。お願いします。学食行ってみるぞ。早く準備して。いや、それが。ごめん、僕行けないよ。このプリントを先生のところへ持っていかないと。なんだよ、しょうがねえな。何はともあれ網口だ。俺は先に学食へ行く。カバン持ってけ。後で学食来いよ。失礼します。先生いないのか。プリントどうしよう。この辺に置いとけばわかるかな。ん？先生の机の上に僕の写真。何の書類だろう。ちょっと見るだけなら。泉十郎。写真は僕だ。名字間違えてる。僕は比べなのに。症状、投薬により精神が安定、従順な性格、おおむね順調。投薬先生、プリント忘れたでしょう。まあ、届けてくれたの？終盤の仕事だって言われたから。そう、クラベ君はいい子ね。ありがとう、助かったわ。
芝くんが待ってる。学食へ行かなきゃ。そうだ、クラベくん、体の調子はどう？調子って？つまりそのドキドキしたりめまいがしたり頭痛があるとか。夜は眠れてる？なぜそんなことを聞くんですか？近頃悪い風邪が流行ってるから。こんな季節にですか？珍しいですね。念のために薬を出しておくわ。いえ結構です。そう、僕はこれで。まだ何か用か？網口くんは不良、運動、その上か、彼の家は実質、網口くんは不良、うん、もうまだいた。芝くんどうしたの？網口、学食にいなかったんでこっちに来たんだよ。今日はもうしょうがねえからビデオ屋にでも寄って帰るよ。行こうぜ。どうしたの？網口捕まんねえし、ビデオ屋も無駄足だし、つまんねえな。例のビデオは貸し出し中だけど、掘り出し物見つけたじゃない。昔の怪獣映画だろ？ダイモス対メカダイモス、74年の名作だよ。ロボットとか怪獣好きだよな、重郎。チラシで見たんだけど、今月は映画館でさ、初代ダイモスをやってるんだ。行かない？あれ何回見る気だよ。1954年公開の特撮怪獣映画、後にシリーズとなる第一作目の作品だ。三浦君？知り合いか？手順は間違ってない。なぜ動かない？三浦君。十郎君どうしたの？大丈夫？すごく顔色が悪いよ。気分でも悪いの？平気だ。おでこのそれ光ってなかった？すまない、触らない方がいい。なんだこれ。僕の手も光ってる。まさか。どうなってるの？いけない。13番騎兵転送。君も騎兵の？何？今でかっ。あそこだ。あれ、なんかあんな使いあったっけ？よかった。騎兵を呼んだのか？なんだ、少し形が違う。映画のロボット。バカ、何やってんだ。戻せ。送り返すんだ。あれ、僕のせいなの？沖野のコードか。強制起動できるように書き足しやがった。だけどこれはまずいな。君は？仕方ない、とりあえず少し忘れてもらおうか。芝君。
遅刻。目覚ましに気づかないなんて、毎晩毎晩変な夢のせいで深刻な寝不足だわ。遅刻。大丈夫か？どこも怪我はないようだな。ちゃんと前を見てないと危ないぜ。すみません。おや、君は。いけない、朝礼始まっちゃう。似ているの。彼女が落としたのか。生徒手帳だ。1年冬坂伊織。調べた方が良さそうだ。伊織ちゃん、あれ、おはよう、眠り姫。よく寝てたね。授業終わってる。原告の先生睨んでたわよ。ほんと、あれだけ堂々と寝てたらね。私、如月富。あ、沢渡です。私は冬坂さんでしょ。先生に呼ばれても寝ぼけてたけど。そうなの？覚えてない。高校生活開始早々に印象悪いな。おっとりしている親友の美和ちゃん。男子と喋るのは苦手でも恋愛話は興味津々。おっとりしているし、よろしく。こちらこそ、如月さん。うさみでいいよ。あだ名だけど気に入ってんの。私もいおりって呼んで。じゃあ私もみわこで。うさみちゃん、中学どこだったの？ああ、ちょっと遠いとこ、普通よ。やっぱり気になる。うさみちゃん。何？ゴート先輩と仲いいの？ゴート？いや、別に。なんで？女子の間で人気の憧れの先輩なのよ。あいつが？そうなのか。あれがね、廊下で親しそうに話してたから。あー、いや、全く趣味じゃないし、単なる知り合い。そっか。私の前の席に座るうさみちゃん、赤い眼鏡におさげの少し変わった女の子。あれ、おでこ赤くなってるよ。机で寝てたからじゃない？ああ、これは多分朝来るとき人とぶつかって。あれ、顔が赤くなった。何かあるわね。実はぶつかったのがちょっと素敵な人で、思い出したらなんだかドキドキする。それは一目惚れよ。そうなの？そう、運命の出会いに間違いないわ。そうなのかな。これってな
んだろう、やっぱりドキドキする。ちゃんとお話しすればよかった。制服も違ってたし、ここの生徒じゃないのかな。今日帰りに寄るでしょ。さっきの彼のこともっと聞きたい。うさみちゃんも帰り一緒にどう？クレープ屋さんが新しくできたのよ。クレープか、いいね、行こう。いつも眠そうだけど、夜更かしでもしてるの？そういうわけじゃないんだけど、変な夢ばかりで夜中に何度も目が覚めちゃって。変な夢って？ぼんやりとしか覚えてないんだけど、昨日のは燃えてる廃墟みたいなとこにいて、何か大きな影が近づいてきて、そこで起きちゃうのよね。扉もまともに開かないじゃない。しかし古い校舎だよね、ここ。あら、夏乃ちゃん、壊しちゃダメじゃない。壊してません。照明も裸電球だし、こんな古い木造校舎今時めったにお目にかかれないわ。この古い校舎って入学に合わせて新校舎完成の予定が工事遅れたからなんだよね。来月には新校舎なんでしょ。本当に古いよね。戦時中に建てられた校舎だって聞いたよ。そうなんだ、築40年超えか。なっちゃん教室隣でしょ。いいじゃない、顔見に来たのよ。友達？うん、夏菜ちゃん。私たち3人小学校から一緒なの。夏菜ちゃん、こちらうさみちゃん。キサラギです。南夏乃です、よろしく。南さん、こんなところに。見つかったか。他のクラスに入り込んで次の授業の準備を先生に言われてるでしょ。わかったわよ。あ、そうだ、前に行ってた猫今学校で見たよ。え、どこで？理科室の裏あたり。南さん。はいはい、今行く。その猫ちゃん知ってる？黒くてお腹白い子だよね。美和ちゃんも見たの？学校でよく見るよ。へえ。ずるい、私まだ見たことない。理科室裏か。よし、ちょっと行ってくる。よく寝た生徒元気だね。いないな、どこだろう。あ、見つけた、猫ちゃん。こんなところに隠れちゃって。あれ、どこ行った？どうして？分かってるだろう、クラベ君と網口君だ。
俺たちの関係は普通じゃない。網口くん、なんだからしくないよ。聞けよ、俺もこういうの初めてなんだ。お前は感じなかった？もっと確かめ合いたいんだ。付き合ってくれよ。やっぱりおかしいよ。あ、冬坂さん？あ、冬坂？あの、その愛の形はいろいろあっていいんじゃないかと。え？続きをどうぞ。待って、何か誤解してる。俺たちがそういう関係？面白いなそれ。誤解だよ。僕たちが話してたのは夢の話なんだ。夢？夢の話って？うん、最近さ、妙な夢を見ることが多くて、見るたびに全然違う夢なんだけど、どうも時系列がばらけているだけで繋がってるみたいなんだよね。え？驚いたことに比べくんも似たような夢を見てて、話を聞けば聞くほど状況も設定も一緒で、俺は夢を共有してるんじゃないかって。彼のことを考えるとドキドキする。一目惚れしちゃったなんて笑われないかな。毎晩あの夢で、夜中に目が覚めるもんだから眠い。僕は映画の影響だと思うけど。確かに、比べくんと知り合ったのもレンタルビデオ屋だったしね。でもなんか違うんだよな。テレパシーでつながっているのか、そうじゃなければ未来のビジョンか。はあ、未来の？そんなわけで、ともかく夢を見たら確認したいって話していたんだ。突拍子もない話で呆れちゃった？いや、そのそうだったのかと思って。ほら、私てっきり。授業始まるな。続きはまただ。教室に戻ろう、冬坂さん。こけたらダメなの？気を抜くな。
新たな D の群れが接近している。さっきも言ってたその D って？ダイモス、怪獣のことだよ。 D、 怪獣は最深部にある中枢を狙っている。そのために中枢につながる各ターミナルを攻撃してくる。中枢がやられたらこの町は消滅する。だがこちらは少数だ。守ってばかりではいずれ突破される。そこでターミナルの自己防衛機能を起動させる。それでこのエリアは完全に防御され、 D も手を出せなくなる。先生が言ってたイージスね、それ大丈夫なんですか？時間稼ぎに使うだけだ。どうすれば起動できるの？近い方でいい。 D の侵入ポイントまで移動してくれ。侵入？怪獣の目指してる地点のこと？そう。そしてその下がターミナルだ。ID ならどれでも起動できるだろう。これでもう大丈夫？怪獣は来なくなる？いや、まだだよ。自己防衛システム、イージスの起動には時間がかかる。それまで D を可能な限りターミナルに近づけるな。やってみます。警告、 D 信号接近、攻撃圏内。迎撃態勢、戦闘情報処理開始。
事でも騒ぎ始めたようだ。急いでここを離れねば。おや、転移装置のアクセスキーを変えたな。無駄なのに。キリコさん、つけていたのか、肘山君。きっとこれは何かの誤解です。あなたがスパイだなんて。ドージ博士ならそう言うだろうな。なぜ逃げたのです？秘密を盗んだ嫌疑で憲兵があなたを探してる。博士の娘がスパイ行為などするはずがない。残念ながら娘じゃないんだ。本物の同時キリコは東京にいる。え？だがスパイ呼ばわりは侵害だ。騎兵の機密なんか盗む必要がない。騎兵を作ったのは僕なんだから。本気で言っているのか？自分が騎兵を作ったなどと。本気で言っているのか？突拍子もない話だ。あなたが作った？ああそうだ。あれをエディタで起こして自動工場に発注したのは僕だ。あなたはきっと気が動転してるんだ。僕が連結素子を君の頭に埋め込んだ。麻酔が効いていたし覚えてないか。交渉へ来るのは博士の使いだとおっしゃっていた。理由がなければ怪しまれるじゃないか。ドージ博士は本土決戦の騎兵計画を担う人物。その博士と共に来たのが娘のキリコさんだ。本物ではないなんて。本物がここにいないならあなたは誰だというのか。説明したって信じやしない。それとも君の僕に対する感情は本物かどうかが重要なのかい？それは。君は愚直だが見どころはある男だ。何を一体？名残惜しいってことさ。ちょうどキーの解析が終わった。それじゃあここでお別れだ。キリコさん消えた。そんなバカな。あの一瞬で神社裏の参道を逃げるのは無理だ。キリコさんはどこへ？誰かやってくるぞ。あいつは交渉に忍び込んだ。素性の怪しいやつだ。しかしもし彼女の仲間だとすれば行き先を知ってるかもしれん。木陰に身を隠して様子を見よう。時坂神社。少し前に沖野の店員履歴がある。今すぐ追えば捕まえられるか。設定はセクター4 1984年。観念しろ、逃げられんぞ。ドージ博士は本土決戦の騎兵計画を担う人物。その博士と共に来たのが娘のキリコさんだ。本物ではないなんて。ドージキリコを知っているか？ああ、
やはりあいつは同時キリコなんて名じゃない。それは本当なのか。彼女もそんなことを言っていた。彼女か。うまく化けたよな。奴は沖の司、女装した男だよ。出まかせを言うな。そんなわけがあるか。とても信じられん。同時キリコは女装した男で、本当の名前は沖の司。菱山スパイね。逃げられると思うなよ。ここで何をしていた。言ったところでお前は笑うだけだ。正直に話さないと痛い目を見るぞ。ここから別の時代へ行くんだ。貴様頭がおかしいのか。この男出まかせに時間を旅するなどと言い出した。冒険科学小説じゃあるまいに。別の時代か。もっとまともな言い逃れをしろ。お前の言う同時キリコはここで転移して未来へ逃げたんだよ。ごまかされんぞ。もう邪魔するな。俺は奴を追う。ほう、居場所は知っているんだな。どこだ、案内しろ。巻き込まれるぞ。下がれ。転移する。時間旅行か。できるもんならやってみろ。どうなっても文句を言うなよ。あの野郎おせえじゃねえか。和島さんに呼び出されてビビっちまったんですよ。逃げやがったか。口ほどにもねえ根性なし野郎だ。待てやこら。なんだ。ソースで絡めたそばをほろ甘いパンで挟む。戦後の世界でこれだけは。焼きそばパンは認めざるを得まい。ふざけんなこら。人に肩ぶつけておいてただで済むかい。アビンかい。ぶつかったか。そりゃ悪かった。はあ、悪いで済んだら警察はいらねえんだよ。なんだ、金ならないぞ。和島さん、こいつ近頃噂になってる学ラン狩りの野郎です。何？確かにこいつが来てんのはうちの学ランだ。貴様らあいつらの知り合いか。何しろここでは天涯孤独の身。衣食住に事欠いてな。服と金銭の提供は誠に助かる。親切な仲間に礼を言ってくれ。じゃあな。逃げんじゃねえ。こら、焼きそばパンがまだ一口も食ってないのに。この悪たれめ、なんてことしやがる。なんか文句あんのか。痛い目見んとわからんようだな。おい、おめえらやっちまえ。すいませんでした。パンは弁償しますんで勘弁してください。食い物を粗末にするやつは許さん。特に焼きそばパンはな。なんだこりゃ。怠慢つって呼び出しといて
何やってんだ、和島。なんだ貴様、こいつらの仲間か。俺はさくらの尾形年次だ。何人の喧嘩に割り込んでんだ。こら待てよ。てめえ知ってるぞ、学ラン狩りの肘山とかいう。肘山高俊だ。俺はいらんと言ったが、ぜひにと言うから借りてやった。なんだクソ悪いぜ。調子こいてんじゃねえぞ。調子に乗っているのは貴様だろう。相手を見て口を聞けよ。上等だこの野郎、遊んでやら。来やがれ。やれやれ。なんだ、来やがれ。俺来いよ。来やがれ。俺来い。どこ行くんだ。俺なめてんじゃねえぞ。すっかり昭和60年に馴染んでるじゃないか。様子を見に来る必要はなかったかな。あの顔、あの声、まさか。待ってくれ。てめえ喧嘩の途中でどこ行く気だ。畜生、どけ。間もなく夜明けか。この辺りで見失ったんだ。近くにいるはずだ。あの野郎の蹴りまだ効いてやがる。根性あるやつだったな。随分手こずった。鍵がかかってる。見つかっちゃったね、キリコさん。一晩中探してたんだ。相変わらず無鉄砲だな。騙されないぞ、貴様。そんな格好で。そろそろ来るかなと思ってたから。君の分も朝ごはん用意してあるよ。半年も探していた。言いたいことは山ほどあるんだ。焼きそばパン買っておいたよ。昨日食べ損ねたでしょ。焼きそばパンか。いや、ごまかされんぞ。元の時代に戻せ。何と言おうが無理にでも連れ帰る。嫌だと言ったら力ずくで僕を押し倒す。ふざけるな。貴様本当は男だろ。ここで確かめてみるかい。本当は沖の司というそうだな。男のくせに女装なんて。僕に告白しておいて、その言い様は納得いかないな。生白い僕があの時代で生きるには、丸坊主になるよりこっちが似合うだろ。それなら、なんで今その格好なんだ。君が喜ぶかなって。肘山君は面白いな。この方が都合がいいんだ。僕が生きているのを秘密にできる。なぜキリコさんに。ドージキリコだと身分を偽った。ドージ博士は了承してくれたよ。彼は四季島における技術研究の始祖だ。彼の功績で四季島は戦後飛躍的な進歩を遂げる。
未来の技術を僕が教えたせいかもね。なぜだ、なぜそんな取引をする。騎兵だよ。本気で言っているのか。自分が騎兵を作ったなどと。騎兵で何をするつもりだった。あれがあそこに現れたのは単なる事故だ。あれが昭和20年の技術で、作れないのは理解できるだろう。もちろん40年後のこの時代でも無理だ。もっとずっと未来の、全てが自動管理された工場で作られたものだ。君にも分かりやすく言うなら、事故で故障したんだ。戦えるように現地で直す必要があった。米軍と戦うためじゃないのか。何と戦うつもりなんだ。ともかく俺は戻らなければならない。騎兵計画を成功させれば敗戦を防げる。見どころはあるが、君はやはり愚直だ。何とでも言え。貴様が何者であろうと、必ず連れ帰る。各都市の空襲、沖縄、広島、長崎であれほどの被害を出すわけにはいかない。図書館で調べたのか。土手に住んで日雇いで生計を立てていたり。君は意外にもたくましいな。ずっと監視していたのか。一つ提案があるんだが、僕はこの1985年でやらねばならない仕事があるんだ。それが終わるまで待ってほしい。いや、手伝ってほしいな。これは君にも無関係じゃない。全て終わったら君の言うことを何でも聞くよ。どうかな。な、何でもだと。いや、俺と一緒に戻るんだな。それが望みなら。ゆっくり考えてくれ。ここの2階が僕の拠点だ。どこへ行く。学生服を着ていくところは一つだよ。そうだ、焼きそばパン机の上に置いてあるよ。ほら、お腹が鳴ってる。昨日から何も食べてないんでしょ。鍵は開いてる。ソースで絡めたそばをほろ甘いパンで挟む。戦後の世界でこれだけは。焼きそば。ヤツめ、どこへ行った。食い物であしらわれたか。焼きそばパンだからな。それも仕方がない。制服を着ていく場所、学校か。学校に何の用があるんだ。それでは一口。このソースの甘辛さがたまらん。ともかく沖野を探そう。このまま逃げられてはかなわん。母校にでも行ってみるか。